母さんの友達も住んでて、その恋人、母と子、一組のカップルが同居する青葉家。久しぶりじゃん。そこに突然やってきた旧友の娘。20年前の私が言ってる気がするんだよね。止まっていた20年間が動き出す。ずっと引っかかってた人生の清算してくる。映画青葉家のテーブル。